私の課題は、私はすごく表情が作るのが苦手で、歌詞の意味を考えてこういうところは笑っていこうとかしっかり考えているんですけど、コンサートとかになると踊るのに夢中になったりしちゃって、ずっと笑いっぱなしとか真顔のままみたいな、そういう時がすごいあるので、表情をしっかりと作っていきたいなって思います。まだ先輩たちには少し遠慮しちゃうところがあって、ステージで後ろに落ちちゃう人になった時に、あんまりもうちょっと前に行ってくださいとか、あんまりそういうことが言えないんですけど、しっかりとそういうのも言わなくちゃ、そういうことがきっかけでフォーメーションダンスが崩れちゃうかもしれないので、そういうのもしっかりと言えたらいいなって。私的にはもうちょっとはっちゃけたいなって思ってるので、自分ははっちゃけて、そのかっこいいダンスをしながらも元気な明るいモーニング娘。にしたいなって思います。